ホロッケです。中学校の時に新聞配達をしてて、で初めて買ったのがあのフィールドジャケットなんですね。あの中村雅俊さんがあのちょっとドラマで着てたあれに憧れて新聞配達で最初に買ったのがそれなんですよ。で僕の青春そのものが中村雅俊さんから始まってるぐらいの。 感じなんですねドラマですからちょっと嬉しいというか、えー、まあ中村雅俊さんとはだいぶ違いますけどでもちょっとその頃こういう感じの格好をしてたんで写真あるんですよ下駄履いてるやつとかベルボトムのラッパズボンとかに。ちょっとその頃に戻った感じがしてちょっと嬉しかったですねちょうど中学校のの年ぐらいの時ですね。 ちょうど物心ついて東京に憧れて、あのその頃ってちょうどあの歌で言えば神田川とか生えてなんか？そういうフォーク世代四畳半一間でなんか学生に学生から社会人にならなきゃいけない。狭間だ。そういう風に憧れるんですよ。やっぱりだから、もうもう毎回見てたし。 で、中村雅俊さんが他のドラマとかもその後あと松田優作さんと組んで「俺たちの勲章」とか、えー、でそこからはちょっとあの別な感じのね雰囲気になっていかれたんであのー、もうあの頃の雰囲気っていうのはあの頃しか見れなかったんで僕の中であそこで正直中村雅俊さん泊まってるんですよ。他のドラマとかも見てますけどやっぱりあの感じがもうすごい好きだったんで憧れて。 これで、今回初めてお芝居でご一緒できるわけですから。これはもう、もうたまんないっすよね。もう多分じーっと僕見てますよ。あの、お芝居自分があの出てないシーンとか、あと出てるシーンでもじーっとでも中村正利さんがどんな動きをするのかとか。まあ実際見たらかっこいいっすからね。背高いし、スタイルいいしでね。 だから同じ服を着ても僕こうなるわけですよね <laughs> 足足の中で多分だいぶ違うから <laughs> でもそういう憧れの方なんであの本当に嬉しいしあの今回こうやってご一緒お芝居がどんな感じで絡めるのか、えー、でコロッケのことをどう思っていらっしゃるかっていうこともあ全く聞いたことがない <laughs> なんかちょっといろんな楽しみがそれで久本ちゃんが一緒なんで安心してます もう何かあるとあの久本ちゃんが助けてくれるんで <laughs> 間に割って入ってくれるんですだからもうすごくなんか今回チームワークめちゃめちゃいいんじゃないですかね楽しみですよねだから挫折して帰っていくっていう感じっていうのは結構いい感じでできると思いますえー、あのすごい張り切って頑張ってるんだけど ややってもやっててももでっていうまあでも時代的にもそういう時代でもあると思うんですよね。あの東京に憧れて芸能界に憧れて出て行ってでまあ今と比べると昔の方が厳しかったしあの SNS とかもないのでなんかこう「挫折しやすすい時代ですよね <laughs> ダメだよ」って言われたらもう一切これでも。 あっってても難しい時代っていうんですかね僕も一回それで言うと自分の思い出で言うとあのー、お笑いスター誕生出る前に東京に出てきて赤塚不二夫さんとタモリさんと所ジョイさんのラジオに終わった後にものまねを見てもらったことあるんですよ。それでも挫折して帰りましたからね。その頃熊本の夜の世界ではタキちゃんって有名だったんですけどものまねやってそしたらもう。 全然もダメでしたね3人で話した後に所さんが一言「似てるけど面白くないな、ね」って,って「俺面白くないんだ」と思って帰ってでそれから戻って東京に来た時にその早送りだったりあとブルース・リーのやつで夜間触って「あちゃあちゃ」って言ってるやつとか、えー、そういうのをなんか笑いの方にいけるものを持って東京出てきましたから。 挫折も味わってきてるんであのもういろんなお芝居はそこらは僕は心配してないです <noise> もう自分にとっては本当にあのおこがましいんですがもう僕自身はホームだと思って勝手に、えー、やっぱりこのいろんな方たちが出てらっしゃってそれで自分も,こうもうずっと何年も前から出させていただいてもうこんなに。 あの、出させていただけるなんてもう想像もつかなかったので、いや、ありがたいなっていう、もうとにかく、あの、立っていたいっていうのが本音ですよね。あの、明治座のお客さんって、やっぱり正直厳しいんです。やっぱり目が超えてらっしゃるんで。ですから、ふざけすぎると、ダメって顔されます。やっぱほどほど品のいい形の笑いとか、 だからあのー、芸人が出てきてやってるってなったらダメなんですよねいやらしくなっちゃうんですねちゃんとこう,こう笑わせるんでもバーンってるん <laughs> とかってでだんだんお芝居の中でその役が面白いっていう役柄が面白いだそこにコロッケを出すんであればココロッケのーーナーででい,いわけですそこがお客様の方が厳しいですそこはんお芝居の最中に何やってるのっていう だからそういう設定であればいいと思うんですけどそういう設定じゃないのにやりすぎたりはダメですよねそこは明治さんで勉強をさせていただきました新しいものが見れるんじゃないかと思います、えー、もう中村雅俊さんはどんどん構えてていただいて僕とあの久保ちゃんで <laughs> いろいろできると思うんでだから人が面白い っていいいううとところをやらななきゃいけないと思うんですね、うん、コロッケが面白いとか久本雅美が面白いではなくその役の人が面白いっていうことでちゃんとやれば名座にこう立つ、えー、資格があるんじゃないかと思います。